はい、円号に来ました。村長さん。さて、聖なる種火はどこでもらえばいいのかしら？聖なる種火って火だろう。火ならいっぱい燃えてるぞ。あるその、ここなら聖なる種火とやらがあるでござるかな。炎の神よ、我が妻をお守りくだされ。なんと、アルス殿たちか。これはお懐かしい。いや、お変わりないようで、ところでわしに何かご用がおありのようじゃが。はい。なるほど、聖なる種火が必要とおっしゃるのじゃな。しかし、聖なる種火は、この村の大切な宝物じゃ。おいそれとはお分けはできませんな。はい、新書渡しますか。はい。これは、ふむ、なるほど、わかり申した。我々にできることなら、ご協力いたしますぞ。下の部屋にある炎こそ聖なる種火ですじゃ。そこにいる者に言ってくだされ。しかしどうやって炎を持っていくでござるかな。長老様の許可をもらったんだから早く聖なる種火を取りに行きましょう。ね。これか。この炎が欲しいんですか。はあ、長老様のお許しももらっていると。わかりました。じゃあこの空き瓶に入れてお渡ししましょう。救った人でももらえないんだけど、王の一存で一瞬でもらえるっていうね。これを、あそこの上まで行くのか、塔の。じゃあ行っちゃいますね。まあまた出てきたんだけどさ、どうせ逃げるじゃん、これ。お、残った。一緒に出てきたらきついよね、あいつはね。アルス殿の王、ははアルス殿、やりましたね。アニエス殿を探していたら突然あたりが明るくなって魔物の気配が消えたので急いで駆けつけました。はあ、はあ、すげえな、一瞬できたね。おお、聖なる炎が、やった、ついに封印は解かれたのだ。あ、皆さん本当になんとお礼を申し上げればよいか。おい、お礼はお城に戻ってからゆっくり伝えるとして、ともかく皆のところへ戻らなきゃだろ。あ、そうだ。早くこの炎をお城の灯台にも運ばなきゃ。ちょっと失礼。では皆さん、我々と共にお城までお越しいただけますか。さあ参りましょう。お、オート、ルーラ。7人パーティー。よーし、ようやく全部終わった。もう100パート近いよね。100パートぐらいか。ね。さあ、アルス殿、ここからはあなたがこの聖なる炎をお持ちください。さあさあ、どうぞ中へ。お城の皆や王様がお待ちかねですよ。そうか。よくぞ戻られたアルス殿。あなた方は我々の英雄だ。まるでシャークアイが戻ったかのようじゃのう。ありがたや、ありがたや。アルスさんたち素敵よ。皆さん本当にありがとうございます。今日のことは一生忘れません。アルス殿、そして皆さん本当によくやってくださった。数年前闇に封印された時にはもはやこれまでかと諦めかけたものだったが、かつてのシャークアイたちの不屈の精神を忘れず、今日の日を諦めずに来たことが、あなた方との出会いを導いたのではないかと思う。我がコスタール国代表して心より感謝申し上げる。どうお礼をすればよいか分からぬが、この品を受け取ってはくれまいか。
これはマールデドラゴンの一族を率いる総統に代々伝えられるという伝説の剣。かつてシャークアイが最後の戦いに出航する前夜にお守りとわしにくれたものだ。これはアルス殿のような方にこそ使っていただくべきであろう。アニエス殿はまだ見つかってはおらぬが、ここにはおられれば同じことを思うに違いない。さあ、この水流の剣。お、水流の剣。これ強いよ。さあ、では、この城の灯台にもその松明で聖なる炎を。はは、王様。アニエス様のお部屋に、またあの汚らしい老人が。なんじゃいなんじゃい、汚らしいとは。失礼な女子じゃのう。あなたは、むわしか、名乗るほどのものでもないが、わしは海底の王、水の精霊様にお仕えするものじゃ。海底の王、そのような方がなぜここに？ふむ、お前さんたち、アニエスを探しておったのじゃろ？じゃから伝言を伝えにな。海底の王と申されましたな。あなたがなぜアニエス殿の伝言を？お前さんは話がわかりそうじゃな。単刀直入に言おう。アニエスは今、海の中におる。やはり海に身を投げられたので、なんと誤ったことを。これ、勘違いするでない。誰が死んだと言ったのじゃ。アニエスはもう随分前から神に祈っておった。どうしてもシャークアイに会いたいとな。じゃが、かの船は永遠の呪いの氷の中。たとえ魔王が滅んでも、氷が溶けるのは数百年も先のことになろう。当然その時にはアニエスもお前さんたちも生きてはおらぬ。じゃが、アニエスは願った。シャークアイが目覚める時までどうしても生きていたいと。その思いは遥か海底のわしのところまで届いたものじゃ。わしは大した力はないが、海に生きる者にならこの手で命を与えることもできる。アニエスは決心した。その身を海に生きる者とし、永遠に夫を待ち続けることを。そこの勇士たちが大灯台の魔物を倒し、この地への封印の力が弱まったとき、わしはアニエスを迎えに来たのじゃ。なんとそのようなことが、アニエス殿はそこまでの決心をされたというのか。お分かりじゃろうが、わしは大した力は持っておらん。一旦人魚となり、永遠の命を与え、アニエスをまた人間に戻すことまではできん。しかしこれでアニエスはシャークアイの目覚めを見守ることができる。コスタロー、そして皆さん、今まで本当にありがとうとそう伝えてくれと言っておった。だから、シャークアイと一緒にいたら一緒に凍ってたってことだもんね。まあ、逆にでもそっちの方が良かったんかなと思うけど、結果論だもんね、それね。アニエスのことを悲しまないでやってくれ。では、わしはこれで帰るぞ。まあでもそうなったら、この海底の王とも出会えなかったってことだよね。おぉ、ただもんじゃねえな。お待ちくだされ、お聞きしたいことが。この地が封印されたとき、失われたアニエス殿のお腹のお子は？あなたならもしや何かご存知なのではありませんのか？でもそうじゃな。マールデドラゴンは遥か昔、水の精霊の力を受け継いだと言われる一族。しかもその総統には代々その身に精霊の紋章を持つ者がなったと言われておる。ならばアニエスの子、つまりシャークアイの子は精霊様の守りを受けておるかもしれん。これはわしの勘でしかないが、シャークアイの子は魔王に奪われたのではなく、精霊様が守られたのではあるまいか？おそらくどこか安全な時代へ運命を託されたのかもしれんが。なるほど。わしは本来人間の世界へ首を突っ込むことは禁じられておるのでな。実のところまではよくわからんのじゃ。ともかくこれでこの地の封印は解かれた。お前さんたちに精霊様のご加護があるよう。ではさらばじゃ。なんという深い愛であろうか。しかし、海底王のおっしゃるように、悲しむのはやめておこう。アニエス殿は自らの意志で運命を選ばれた。我々も行く道を切り開こうではないか。さあ、まずは城の灯台へ。聖なる炎、さあ、アルソンのこちらへ、ね。深い愛だね。すげえ、赤ん坊ジャンプした。まあ、ジャンプしたんじゃないのは知ってますからね。その夜、祝いの宴は続き、人々は実に何年ぶりかの安らかな眠りについた。そして翌朝。何年ぶりかに深い眠りについた。すげえね、それもね。では、やはり出発なさるか。お別れするのは残念だが、これきりという気はしないの。旅の途中で気が向いたらまたいつでも立ち寄ってくだされ。そういえば、シャークアイの思い出話などもほとんど知りいなかったしの。え、この国のラクドから？シャークアイたちのことを少し聞いたと。学士か。ラクドってなんだよ。はて、確かに、昔はこの国に腕のいい学士がいたが、ラクドってなんだろうって自分思いながら今読んでたわ。彼は病に倒れて今はおらぬ。そうか、不思議な力を持つそなたたちのことだ。おそらく夢にでも見たのであろう。ともかく今回のこと、心よりお礼申し上げる。そなたたちのことはこの国で永遠に語り継がれることだろう。そうそう、
東の洞窟のホビットたちも心より喜んでくれているはず。お帰りになる前にぜひ立ち寄って行かれるとよい。だそうです。アルスが王様からもらった推理の剣ってかっこいいな。でも大きすぎてオイラじゃ使えそういないな。ちょっぴり残念だぞ。それじゃあの学士さんって幽霊だったの？それともやっぱりあれは夢だったのかしら。アルスはどう思う？はい、そう、夢だったと思うのね。でも全員が同じ夢を見るなんて不思議よね。人魚に姿を変えてまで愛する夫との再会を願うとは何という深い愛でござろう。そこまで愛されるとはシャーカイ殿が羨ましいでござるよね。それほどの男だったってことで。推理の件、はい、236、ね、奇跡の剣よ。あれ奇跡の剣は、あったあったあった。ここもそうなんだけど、ユバールのここだろうな。ってことはここもあれ覚えた方がいいか。剣の前、あれ、ここに猫いたのに。はい、ホビットの村。なんだか外が随分明るくなったような。まさかもしかして封印が解けたのか。まさかあんたらがやったとか。はい、人間のくせに無茶するな。ホビット族というのは実にまあ頑固で元気のいい連中でござるな。人間のくせになって。今回のことでホビット族とコスサルの人たちが少しでも仲良くなるといいわね。おいらホビット族が好き好んで穴の中で暮らしてる気持ちだけはわかんねえや。モンスターいんのかこれ。まあいいや、奥に行こう。ね、今回ここで終わりたいと思います。この墓はかつて魔物に襲われた我らの仲間の墓だ。あんたのおかげでこうして弔うことができたよ。なんもねえか。お墓があるね。骨になってたもんね。お、わしらの太陽様がまた拝めるようになってから元気が湧いてきたんじゃ。シクレナ様が心を込めて育ててくれたおかげじゃの。ここ来たね。人間にもいい人はいるのね。もしかしてシクリナ様が、ああそうだね、愛したのもコスタローもいい人だったのってね。あれ、ここじゃねえな、下か。あんたらやっぱり人間じゃなかったな。外の世界の封印が解かれた気配を感じられて、長老様があんた方を待ってたんだよ。どうして、ああ、そうか、狼だってバレたんだ。うん、やっぱりな、やっぱり来たな。平和になったからコスタローと仲良くしろとか言いに来たんだろ。まあ、そうでもそうでなくても構わねえ。あんたらに渡すものがあってよ。この下の宝物庫から持っていってくんな。あんたらの旅の役に立つだろうよ。何、コスタローとわしらのことは気にすんな。あいつもああ見えてなかなかの男よ。わしらの気持ちはわざわざ伝えんでも分かってるに違いねえ。コスタールノー様は見る目もあるし、頭もいいからきっとわかってると思うぞ。長老さんてば、なんだかんだ言って王様のことをしっかり認めておれるのね。どうもこの分なら、ホビット族とコスタールの関係も心配することないでござるよ。なんか、ろれつ回んねえな。長老様の話はオラも聞いただす。どうぞ、お入りくだされ。ありがとう。こうしてわしらホビットの宝物庫、この宝をどうか平和のために役立ててほしいだす。ミミックが入ったら笑えるよね。お、海鳴りの杖。今更どうしようって話なんで。お、エビルタートルの心。いいね、いいね。エビルタートル倒したら落とすからね。これもね。はい。なんでしょうね。不思議な石板、はてな。海鳴りの杖とエビルタートル。うん、まあ、不思議な石板、まあ、ハテナはね、ここに来なくても戻れっからね、一応ね。忘れんなってことで。はい。ということで、今回ここで終わりたいと思います。ここ出れねえのか。ね、エビルタートルはまたやるけど、とりあえずメルビンを、まあ、そうだね。剣の前ぐらいは覚えた方がいいのかな。はい、戻って、
ってこれでコスタールに行ったらどうなるかですね。じゃあそこまで行って今回終わりましょう。で次回はあの石板、青い石板のモンスター集めます。はい、よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。